皆さんこんにちは、山系です。今回は色鉛筆を使っての人物画の制作過程をお見せしようと思います。プリズマカラーを使ってリアルに描いていこうと思うので、最後までご視聴よろしくお願いします。色鉛筆は色ムラが出やすいので、クロスハッチングをしてなるだけムラのない感じで塗っていきます。クロスハッチングとは、あらゆる方向から線を重ねて描いていく技法のことを言います。網目みたいな感じですね。クロスハッチングは使わないという方もいますが、自分に合った塗り方で描くのが一番いいと思います。またこの選曲のカノンがいい。お正月じゃないよね。素敵なモデルさんですね。色鉛筆は薄く重ねていきます。時間はたっぷりあるので慎重に攻めていきますよ。円形に影をつけていくのも必須です。ペンを立てて描くよりかムラになりにくいです。髪の毛一本一本に神経を配って描いていきます。リズミカルに描いていきましょう。だいたい 40% ぐらい描き上がりました。ここの耳元の上のスラーッと降りてきた髪とかもかなり重要になります。こういった細かな部分に気を配って描いていきます。そうすると作品の仕上がりがてっけマーベラス。最近色鉛筆で鬼滅の刃のシリーズものをいっぱい描いてたんですけど、ちょっともう鬼が出そうなんで、しばらく休憩します。いろいろとリクエストしてくれた方、もうしばらくお待ちください。また書き出すと思うので。それと見てくれてありがとうございます。暗い色を描くときは慎重に描かないと、後で取り返しがつかないので、なるべく神経を配って描いていきます。色鉛筆の場合だと失敗した時に明るくすることが不可能なので、暗くする時は慎重に考えて描きましょう。この目元がものすごく難しいんですよね。ここで咳込んだら一瞬でおじゃんすからね。集中しております。アーマーベラス。あー、やり残し。よう見ちょ。ホワイトを使って色ムラをなくしていっています。なんすかね、意外とクロスハッチングでどうしてもムラがまだ目立つってところは、この白ペンで混ぜていくと結構綺麗になります。色と色との境目が自然になっていい感じですね。結構口元って大事なんですよね。人物画って結構歯で印象が変わるんで、
影のつけ方は慎重にやらないと結構雰囲気がガラッと変わっちゃいます。私たちってやっぱ口元を見るじゃないですか。なんで印象に残りやすい場所なんですよね、口元は。なので一番慎重に描いている箇所だと思います。笑顔が素敵なのはいいっすね。あと肌色って結構難しいんですよね。やっぱり人間の皮膚ってなんていうんですかね、下に血管も通ってるんで薄く青色が入ってたりするんですよね。で青を強くしすぎるとゾンビっぽくなったりするんですよね。なので薄く重ねて描いております。皆様も気をつけてください。過ぎたる穴を及ばざるがごとし的な感じで程よくです。ピーンと来なかった方はググりましょうね。私の話になりますが、昔は色を塗ることがそんな得意な方ではなくて、結構下書きでがっつり書くんですけど、色を塗るところで失敗するってことが多くてめちゃめちゃ苦手やったんですよね。あと見て書くのが苦手でしたね。デッサンとかも全然ダメで、全く違うものができるっていうぐらいな感じだったんです。でなんですかね、やっぱ竜とか書いてみて手の角度とかそういうのがおかしいなと思い出して、ここはちゃんと書かにゃいかんって思い出したんですよね。そこで基礎の大切さに気づかされたっていう感じですね。そこからはデッサンをとことん練習して、もう朝から晩まで書いてましたね。自信というものは努力の数だけつくと思ってるんで、どんどん書いて自信が出てくるといろんな生き生きした理由が書けるようになって、やっぱ基礎というものは大事だなと改めて実感しましたね。でもこれだけ色数があるとどれだか分からなくなるんですよね。でもこれかなと思って、うわ当たったと思った時よっしゃってなりますわ。これ最高に気持ちいいんですよね。あーまた来そうやな、よっしゃが来る来る、あよっしゃって、これ気持ちいいんですよね。皆さんにも体験してほしいわ。こうやっぱ書きながらも色鉛筆のことをどこかで考えながら書いてるんで、すぐこの色が欲しいって時にこの位置にあるなっていうのをなんとなく書いてるわけなんですよね。だいたいそこにないっていう、なんでここにあるとっていうところにいたりしますね。ひねくれちゃんね。今使っている紫は結構発色が強いので、あまり力を入れすぎず丸を描くような感じでうっすらと塗っていくといい感じになじみます。色数は多ければ多いほどいいってことでもないので、相性のいい色の組み合わせを見つけてそれで描いていった方がいいです。そこは練習していって自分で見つけていってくださいね。
あと色鉛筆にはナンバーが打ってあるので、それを記載しておくのもいいかもしれません。今は唇の最終仕上げをしているところです。唇の厚さによっても表情が変わって見えるので、ここはかなり神経を使って描いた方がいいです。実際の写真を見ながらゆっくりと観察して描いていきます。ちょんちょんと、だいぶ雰囲気が出てきましたね。今回は実際のスピードでお届けしております。なんすかね、やっぱ色鉛筆って絵の具とかに比べると肩こり半端ねえっす。ストレッチを定期的にしないと石になりますね。今やってる作業は全体的に黒を足していってる作業をやってます。この作業で全体的な構図のメリハリがだいぶ出てきます。今流れてるパッフェンベルのカノンっていう曲なんですけど、これを嫌いな人はいないでしょうね。ちょっと一覧で流れそうなバージョンですけど、まあやっぱさすがの名曲です。グッとくる。今回のこの絵の依頼主様の話なんですが、娘さんが成人したので絵を送りたいとのことで私にお話が来ました。めちゃめちゃ優しいお父さんですよね。めっちゃいいなって思いました。いよいよ最終仕上げに入ります。細かい塗り残しなどをチェックして修正していきます。今回色鉛筆を使って初めて人物画を描いてみたんですけど、細かいとこまで攻めやすいので自分的にはとてもやりやすかったです。まあ難点といいますか、ちょっと難しいなと思ったところは色を引き返すことができないってことですかね。絵の具のように白をのせるってことができないのが結構きつかったっす。やっぱ修正が難しいところですかね。今使っているのも白なんですけど、パリっていう白が出るってわけではないので、あくまでもなじませる時に使うっていう感じです。でもやっぱ発色がいいっすね。めちゃめちゃパリッとしてて見ててもすごく綺麗です。カメラで見るよりか実際の方が全然綺麗ですね。細かな影も見逃さないようにチェックして書き込んでいきます。これによって仕上がりが全然変わってきます。あら、とっくいきましたね。はよ戻ってこんねえ。あー、来やった来やった。すぐどっか行く癖があるかい。完成までもう少しバッチリ仕上げますよ。
目元にはほんのりブルーを入れてみました。黒だと沈みすぎちゃうような気がして、もうちょい明るい感じにしたかったのでブルーにしました。今回は少し色鉛筆の反発が欲しかったので下にカッターマットを引くことにしました。その効果は若干でした。完成しました。いやー楽しかったっすね。長い時間でしたがお付き合いありがとうございました。